原六郎、原六郎、原六郎、天保十三年十一月九日、1842年12月10日、昭和八年、1933年11月14日は、日本の幕末から大正期の死史、軍人、銀行家、実業家。元の名は、神道俊三郎長政と言い,い、幾野の変で破れ潜伏中に、原六郎と改名。田島国佐中村、元、 兵庫県朝子市出身。鎌倉時代より続く、田島国助中村の王子主、新道家の第二十二代目当主、武江門長、広志の六尾四女の末っ子として生まれる。十一歳の頃、池田総安の私塾、政経書院に入門し、北垣国道、西村哲次郎らと共に学ぶ。池田総安門下には、他に、浜尾信、元東宮寺獣。 浜尾実の祖父、川本茂次郎らがいる。当時、尊老上位派の活動が盛んであり、尊老上位論を唱えるようになる。しかし、市、池田草案は、学問に、政治活動は、邪道と考える人であったため、意見が相違し北垣らと共に、政経書院を脱退し、京都で、平野国を見とうと進行を結んだ。文久三年、1863年。 幾のの辺に武器修戦方として参加。K、四条木山地の愚足や、大高又次郎のところで武器調達をするため、K の旗後、花屋に宿泊している時に、池倉田、後に、海援大使に言い、天中組、山和派人を聞かされ、北垣らと共に、一旦、幾の挙兵中指論を解いた。しかし、南八郎、九名、川上八一、騎兵隊、 第二大総監。高杉新作の親友らの強行論がまっさり、挙兵は決行された。慶で武器を調達していたが搬送の途中で、幾のはじむ知り、助中経由で、三政かから因州鳥取へ逃れた。同年、情勢を探るべく、慶、江戸へ入り、鳥取藩士の松田正人、川田左、九馬、千葉重太郎、お家町千葉道場、北進一東流らの庇護を受ける。 当時は、幾野の変に参加した者への探索が厳しく、探索から逃れるため、松田正人が選んだ、原六郎という名に改める。お町千葉道場に潜伏していた頃に、坂本龍馬らと友人になる。後に現本人が龍馬とは、北垣慎太郎、国道らと共に婚意にし、江戸地開拓の話をしていたと回想している、原六郎を伝え。源氏元年。 1864年、桶町千葉道場や長州藩邸にかくまわれていたが、さらに幕府の探索が厳しくなったため、回路で長州に入る。慶応元年、1865年、高杉晋作の紹介により、長州藩の遊撃隊に加入し、四境戦争では高杉に従って小倉口の戦いに従軍した。戦役が一段落した、慶応2年、 1866年、不問寺塾、三平塾を母体に、山口に創設された陸軍学校、明林館に入学し、大村松次郎から、洋式陸軍の手ほどきを受けた。その後は、長州藩の軍に属し、倒幕運動に関わる。慶応4年、1868年1月に、始まった母親戦争では、鳥取藩に付属する形となった。 丹波国総伝軍山国村の志願農兵隊、山国隊の司令士として、鳥取藩士の川田左、九馬、千葉重太郎、北垣国道、山国郷沙多人、水口美前神、藤野大見守る、映画監督、牧野正造の父らと共に、関東、東北各地を転戦。特に上野戦争、将棋隊の乱で、覆面部隊として、 上野山に潜入し官軍を勝利に導く功労を挙げる。その後、原は官軍に基準した旧幕兵で構成された規制隊隊長として、東北から江戸地までを転戦し、江本武明や肘方と市蔵らが立てこもった五稜郭の戦い、函館戦争までを戦い抜く。明治2年、1869年、鳥取藩市に取り立てられる。 鳥取藩兵の様式化に従事。さらに、新政府に差し出された鳥取藩軍に入り、第一回天覧越兵式には、不評大隊長として、参加、兵の式、誠に見事なりと絶賛された。明治3年、1870年に、大上官が30万国以上の大藩に、選出させた、海外官辟留学生として、原は明治4年。 1871年に渡米する。しかし原は短期留学で満足できず、艦艇が打ち切られてもアメリカに残った。今後の日本の発展は軍事よりも経済だと考えたためであった。苦労の末にコネチカット州にあるイエール大学に入学して経済学、金融学を学ぶこと2年。ついで明治6年、1873年にはイギリスに渡り、 キングスカレッジで、経済学、社会学、銀行学を治め、明治10年、1877年に帰国した。明治11年、1878年、旧鳥取藩主、池田家を中心にして、第100国立銀行を設立し、頭取となる。明治13年、1880年、東京貯蔵銀行を設立、頭取となる。明治年、 1883年、大倉卿、松方正義の要請を受け、破綻の危機に陥っていた横浜賞金銀行の第四代頭取に就任する。松方は、横浜賞金銀行の改革のため、腹を頭取に据えた。腹は、松方の意を受けて、賞金銀行内の改革を実施した。まず不良債権や損失を、調査確定し、 銀貨と紙幣と交換した佐疫で補填を図り、明治18年、1885年には、欠損を解消した。外国が合わせの取り組みも急増し業務拡大には、資金不足であったため、明治20年、1887年3月に、資本金を600万円に、倍額増資した。一方、賞金銀行を外国貿易業務に特化するため、松方らと協議し、 同年7月に直令第29号横浜賞金銀行条例の制定を実現した。また、明治15年1882年に創業した日本銀行との関係を賞金銀行が外国業務を担当することで整理し、以後、日本銀行と横浜賞金銀行とが両輪となって日本の財政と金融を牽引していく基礎を確立した。 この7年に及ぶ経営再建により、原は、横浜賞金銀行中高の祖と呼ばれた。この他日本工業銀行、台湾銀行、環境銀行の創立委員を務め、金融業以外にも不自制し、横浜選挙各外社長、東武鉄道、山陽鉄道、万丹鉄道、総武鉄道、九州鉄道、北越鉄道、北海道鉄道、経費都市鉄道、台湾鉄道、 東洋汽船、東京電灯、帝国ホテル、汽車製造、稲和白水力発電、台湾製党などの設立、事業に、多大の貢献をした。また岐阜、土倉昭三郎に、田島の山林整備と事業化を要請した。大正9年、1920年4月、東部鉄道取締役を退任。第一線から引退。地元の村立山口小学校、 旧朝五町に行動権体育館を、新道家当主である兄、竹江門長圧と共に寄付し、少年期に学んだし、池田総案の私塾、整形書院の財団法人化のための資金を、北垣国道ともに寄付。また、幕末の幾野の変で敗れて二十一歳で自陣した、同志、南八郎、川上愛知、第二代騎兵隊総監たち十七名を祀る、召魂者、 山口五穀神社混流にあたり、多額の寄付を寄せ、混流式に出席をした。昭和八年、1933年11月14日没。御殿山、東京都品川区の宮廷跡は、現在の御殿山トラスト式と現美術館になっている。源氏元年、1864年正月に、江戸に潜入した原六郎、北垣国道らは四。 5ヶ月の間、桶化千葉道場に潜伏し、その後、赤坂日の木町の徴収判刑に移った。坂本龍馬と友人になった経緯について、後年、原は、その自分、私は、千葉、桶化千葉道場という、激喧家の家に潜伏したり、徴収屋敷におりました。坂本龍馬には、江戸であった。あれは、勝ち、安房。 かつ改修の門人見たようなものだった。それからなぜ、坂本と婚意になったかというと、千葉という激犬の先生がおる。因酒藩、鳥取藩のものでそこに潜伏していつた。坂本はそこに出入りしていた。それが婚意になったもとです。と述べている。坂本龍馬との江戸地開拓の話はこの頃のことと思われる、原六郎を伝え。当時、千葉重太郎の道場には、 金の死らが集まっており、このことが幕府の知るところとなり、一時は町奉行所百人程度の人数で、お家長千葉道場が探索されそうになり、道場の全員を避難させ、朱太郎本人は一人で探索方の来場を待つ状態まで追い込まれるが、滋太郎の人品を知る老中、板倉勝清が、千葉滋太郎は不良の都に、ひざるなり。もし老子を隠匿するあらば、 我親しく承知して、サトルさんとす、今後部の間祖角沖サさんとす、一万一追部の巨に、出ては、彼、元よ剣閣塾中の徒と、腕の続かん限り、相戦わば、まさに大事に至るべしと重太郎を擁護した、千葉の迷宮。当時、重太郎も文字通りの血がけで死死をかくまっていた。北垣、原は、その後、鳥取藩に属した形で、 鳥取藩主でもあった茂太郎と共に母親戦争を戦った。明治になり、北垣は政治家、官僚となり、原は留学から帰国後、実業家となり成功するが、彼らは陰に日向に茂太郎やその家族を支援した。米国留学時代に新島城と知り合う。後に校舎用、同志社大学設立用と多額の寄付を繰り返し、新島を支援する原を、 新島は、紀元は五人の恩人と感謝している。賞金銀行と踊り在任中の明治二十一年、1888年、奈良吉野の三輪地主で、大和の三輪王、自由民権のパトロンと呼ばれ、同志者の新島城の講演者であった、土倉正三郎の長女、富子と京都、祇園の中村郎で、新島の四式、京都府知事、 北垣国道の売借により結婚。妻、風氏は同志社女学校の出身であり、富子の兄弟姉妹たちも同志社で学んでいた。新島城が同志社に大学を設立運動のため上京した際、井上香織が呼びかけ人となり、明治21年、1888年7月19日、大熊重信邸において、新島を支援するための会合が開催され、 原も、渋沢栄一と同じく最高額を寄付する。東京日日新聞第5014号、明治21年、1888年7月21日記事によれば、内訳は、大熊重信、千円、井上香織、千円、青木修造、五百円、渋沢栄一、六千円、原六郎、六千円、岩崎矢之助、五千円、岩崎久也。 3000円、平沼八太郎2500円、増田隆二千円、大倉喜八郎2千円、田中平八二千円の計3万5千円とある。晩年、原は妻の影響から夫婦でキリスト教の洗礼を受けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。